はいどうも、フリーコマツです。赤石を引きまして、はい、録画けのエビプラです。ゲスト、クワさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こっちはボムクトです。はい、ボムクトですかつての最強まあ今も結構強いと思うけどね。そういや、隊長さんにかつての最強を言われた時、割とショックを受けて。え、マジっすか。いや、はい、ブログの中でかつての最強だったら勝ってやれ前に、まあ、私の中ではこれが最強やな。やっぱり、うん、いいじゃないですか。いや、今でも強いですよ、本当に。まあ、かつて本当最強だったけど、今はそれよりもまあ強いやつもまあまあいると。乗り手次第ですよね。悪くはないです。乗り手次第ですよ。評判は、いや、前良かっただけに、良すぎただけにね。うん、前本当強かったもん。まあ、UGP が弱体化されたら、ね、誘導地点をレーダーに送る。まあ乗り手を選ぶということで。レーダーに表示される危険海内では、たとえ高度が低くても破片の飛弾を免れない。危険エリアから離脱しろ。電子攻撃システムは4エリアに分かれて配置されている。こっちジャマー破壊。電子攻撃システムへのロックオンは不可能だ。私はお掃除も終わり。レールガンへの攻撃は電子攻撃システムを全て破壊した後に行う。各機分散してこれを破壊せよ。また上空には熟練の飛行隊からなる防衛部隊を配備している模様。敵航空機にも注意せよ。一歩終わってないな。この作戦は航空隊による強襲作戦だ。区域内を飛行できる時間が限られている。手つかずだね。壊滅的なダメージを与えろ。残り1エリア、手つかず。残り時間、あと4分。かなりダメージ食らっちゃった。例の防衛部隊だ、気をつけろ。 あんまり強くもない防衛部隊に向かいます。かなりの熟練パイロットだ今までの敵機とは動きが違うぞ。23から18、フロアを回り込め。敵防衛部隊残り4。22、16が減らしたのを見ましょう。敵防衛部隊みんな砲台を破壊し尽くさないように注意してね。ジャミングの影響を排除した。ストームヘッジ本体への総攻撃を開始する。対空が終わってからね、とどめは。
サイクルもうないのかな、もう来ない、まだ出るやろ、あ出た、サイクル出た、こいつら、こいつら倒してからね、もう少し、もうおっと、オッケー、いいよ、砲台やろう、あれまた出た、ダメだ、そう対空が出た、待って、砲台待ってよ、頑張って頑張って、おっとオッケー、まだだ、まだまだいる、まだ大丈夫、まだ大丈夫、 OK、 いいぞ、 Thank you、 Yes、 やった、 Nice combination、 いいぜ、チームワーク完璧だ、サンキュー、おめでとうございます、ありがとう。